2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、ロシアとウクライナの間にあった圧倒的な戦力差から短期決戦となると見られていたよね。だがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国などからの軍事支援を受けたウクライナの健闘によって、1年を経過した現時点でも終戦の気配は全く見られず膠着状態となっているぜ。何か均衡を崩すきっかけがあれば、戦いにも終わりが見えるんだろうけど、その後のことも考えると大変だろうね。さて今回は、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア大橋の破壊が口火となるであろうことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年に入ってから、NATO 諸国がウクライナに西側諸国の新型戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などを提供することが発表され、ウクライナ兵に対してそれら戦闘車両の操縦運用訓練が進められている中、3月末までにウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州の完全制圧を、プーチン大統領に命じられていたロシア軍が、西側諸国の戦車が配備される前に2月下旬に大攻勢に出るとの噂が流れていたよ。ドネツク州ではバフムート周辺で半年以上にわたって激戦が続いていたんだけど、ロシア軍は制圧することができず大兵力を投入して一気に陥落させるであろうとの予測が出されていたみたい。でも、その総攻撃についてはただひたすら犠牲を顧みずに歩兵を突撃させる人海戦術による攻撃が主体で、ロシア軍や以前からバフムートを攻め続けていたロシアの民間軍事ワグネルの戦闘部隊では、兵員に大きな損害を出して消耗し、弱体化していると見られているね。このため西側諸国の新型戦車の操縦訓練を終え、訓練を受けた兵士と共に戦車が届き始めているウクライナ軍が、強力な機構部隊を進編してロシア軍に対して4月ないしは5月に大反攻に出るとの見方が広がっていて、ウクライナ軍がどの戦線において仕掛けるかを国際社会が注目しているってわけ。こう焦ったロシア軍のずさんな作戦が後に響いてくるであろうことを見越した反攻ってわけだね。東部戦線のルハンシク州とドネツク州、南部戦線のザポリージャ州とヘルソン州のいずれかにおいて反攻に出るとしても、戦車や装甲車両を要する機械化部隊によってロシア軍が構築した防御陣地を突破するという、機構作戦が展開されることになるんだけど、その際にはこれまでのウクライナにおいてはあまり情報が伝わっておらず話題になっていなかった。航空戦力による援護がウクライナ軍には必要不可欠とする指摘する声があるよ。ウクライナ軍ではこれまでロシア軍に占領された地域においては、トルコ製のバイラクタル TB2 や西側諸国から提供されたり民間から集めたりした無人機ドローンや、西側諸国などから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムマースから長射程の GPS 精密誘導ロケット弾を発射する G マースによって弾薬庫や燃料庫など兵站集積施設や橋梁などの補給路に鉄道あるいは司令部、兵舎などの指揮統制関連施設を攻撃して破壊することで時間をかけてロシア軍部隊を弱体化させてきたな。しかし侵略開始以来、その融通の効かない無能ぶりをさらけ出してきたロシア軍でも、さすがにこのウクライナ軍による後方の兵站補給攻撃に気がつき、現在では軍需物資の集積場所を G マースの射程 90km よりもさらに後方に設置して攻撃を防いでいると見られているぜ。そのため、ウクライナ軍では以前からハイマースや M270 から発射可能で、射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM-140 エイタクムスの提供をアメリカに求めていたよね。エイタクムスはハイマースや M270 に搭載される 227mm 6発入りのコンテナと同じコンテナに1発のみ装着され、発射されてからは目標上空まで GPS 補正管制誘導によって飛翔し、弾体下6発の BAT 無動力滑空型誘導式小爆弾弾頭を分離するんだ。切り離された BAT は収納されていた主翼を展開して滑空しながら、内蔵されている音響センサー及び赤外線センサーによって事前にインプットされた目標を自ら捜索して攻撃をするため、
300km 先の目標を正確に攻撃することができる兵器で、ロシア軍が後方に下げた兵站集積施設や司令部などを攻撃することができるのであるが、アメリカのバイデン政権はロシア本土への攻撃も可能になるATACMSの供与については、ロシアを必要以上に刺激することになり核兵器の使用につながる恐れがあるとしてウクライナへの供与を拒んでいるみたい。ただ、ロシア軍の兵站を攻撃して遮断することの重要性については、バイデン政権も認知しているためにATACMSの代わりとして、やはり長射程ジーマースの一つとして開発が進められている射程 150km の、GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小スナオ系爆弾を供与することを決定したぜ。この GLSDB とは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の、GPS 誘導滑空爆弾を使用して、マースで使用されていた M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせた 227mm ロケット弾で、航空機用の小直径爆弾スモールダイアメターボム SDB は航空機から発射されると、本体に折りたたまれていた翼を展開して滑空し、GPS を利用した管制後方システム INS によって目標まで誘導されて攻撃する爆弾で、速度が遅い滑空弾ではあるものの厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるとされているな。これまでのウクライナのゼレンスキー大統領や軍幹部などから、クリミア半島奪還が盛んに発言されていることから、ウクライナ軍の反攻作戦はクリミア半島奪還を視野に入れたものである可能性が高いと見られ、ウクライナ軍がクリミア半島への補給路の一つである半島東端のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋を何らかの長距離攻撃手段によって破壊する公算が大きいとされているね。この GLSDB であれば、ザポリージャ州かヘルソン州のアゾフ海の沿岸からギリギリで届くとされているのであるが、そのためにはロシア軍が防御陣地を構築している領州を奪還しなくてはならず、ウクライナ軍がアゾフ海まで進軍するまでの間にロシア軍はクリミア半島への補給を十二分に実施することができることになるんだ。さらに GLSDB は、現在アメリカのロッキード・マーティン社において生産が進められていると見られるが、ウクライナへの供給が可能となるのは今年の秋以降とされていて、今回の反攻作戦には間に合わないんだって。それらのことから、ウクライナ軍の反攻作戦には戦闘機や攻撃機による破壊力が大きく、かつ目標を正確に破壊する航空戦力による空爆が必要であるとの見方が広がっているってわけだね。ウクライナが自国空軍の戦闘機や攻撃機を飛行させるためには、ロシア軍の地対空ミサイルを破壊して航空優勢を確保しておく必要があるよ。ウクライナでは保有している旧ソ連製のMiG-29に、アメリカから供与された空対空の防空レーダーミサイルハームを搭載できるように改修しているとの情報が伝わっているんだけど、現時点でMiG-29をどれほど保有してどれほど稼働しているかについては不明であったが、先日ポーランドやチェコが保有しているMiG-29をウクライナに提供するとの情報が伝わっており、ウクライナ空軍が即座に運用可能なMiG-29の供与によって反攻作戦の航空作戦に目処が立ちつつあると見られているみたい。軍事専門家の中には、MiG-29 にハームを搭載する改修を行うよりも、NATO が F-16 ファイティングファルコンなどの西側戦闘機を供与する方が良いとの意見を発する者もいるな。これらについてはアメリカのバイデン政権以下 NATO 各国の首脳が否定しているが、あくまで噂のレベルではアメリカがウクライナ空軍のパイロット数名に F-16 の操縦訓練を実施しているとの情報もあり、可能性としてはあるんだ。しかしながら、MiG-29 などの旧ソ連製戦闘機と F-16 などの西側諸国の戦闘機の操縦方法の違いは大きいとされ、数ヶ月程度の訓練で実戦に対応できるほどの練度は得られないと指摘されており、もし F-16 の供与が決定されたとしても今回のウクライナ軍による反攻作戦には間に合わないとみられ、4月か5月の反攻作戦において航空戦力を活用するのであればなけなしのMiG-29を投入するであろうとの見方が多数派みたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州で、ウクライナ軍が所有する旧ソ連製の自走式多連装ロケット砲システムマース BM21 グラートから、122mm ロケット弾をウクライナ砲兵がロシア軍陣地に向けて発射している動画を、AP 通信が報道したね。グラートによる砲撃は、ドローンなどが発見した目標が戦闘指揮所から砲兵に伝えられるとその地点を目指して発射され、発射後はロシア軍側のドローンなどによって発見されることを避けるために即座に移動するトイ攻撃方法をとっているぜ。ヒットアンドアウェイってわけだね。ウクライナの戦法はどれも理にかなっていてさすがだよ。さて今回はそんなウクライナの一撃離脱の戦法について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。AP 通信からのインタビューを受けたウクライナ軍砲兵は、ドネツク州ではずっと戦闘が続いているが、戦況は膠着状態だとした上で、昨年の北東部ハルキウ州や南部ヘルソンでの反転攻勢に比べると、現在のドネツク州におけるロシア軍の残壕は強固に構築されているため、反攻作戦は難しいものになるだろうと指摘したものの、反攻は困難だとしても、我々にはそれを実施する理由があるので必ずやれると強調したみたい。この動画に登場する旧ソ連製のグラートはロシア語であられや氷を意味する。1960年代に開発された多連装ロケット砲で、第二次世界大戦中ではロケット砲が飛来する音からドイツ軍兵士たちが、スターリンのオルガンと呼んで恐れていた多連装ロケット砲火注射の後継として開発され、122mロケット弾が40発装填されたランチャーが搭載されていて最大で 20km 先の目標を攻撃することができるぜ。通常は野営地などで待機していて、司令部からの命令が下されると砲兵たちは小銃とヘルメット、防弾チョッキを装着してロケット弾が装填されているグラードに乗り、指定された発射地点に移動し停車後わずか3分で指定された座標に向かってロケット弾を発電車し、発射完了後にすぐ退避することが可能だな。ロシア軍は初戦においてウクライナ軍の防空網の破壊に失敗し、近代戦において勝敗の鍵を握るとされる航空戦力においてウクライナ軍を圧倒していたにもかかわらず、その有利を生かすことができないまま首都キーウ攻略に失敗したことを受けて、その後に兵力を投入して注力した東部戦線での攻勢においては、旧ソ連時代から得意としていた伝統的なドクトリンである大砲を戦車の数で敵を圧倒する戦術を展開したね。第二次世界大戦以降の機械化部隊同士の地上戦は、航空戦力によって徹底的に空爆を実施し、大量のロケット弾や砲弾を撃ち込んだ上で戦車部隊を突進させるというのが常道となっているよ。しかし、今回のウクライナ侵略戦争では、両軍ともに航空優勢を取れない状態のまま地上戦が進行したために、上空には両軍の偵察ドローンや自爆攻撃ドローンが飛び交うことになり、最前線は砲兵同士の撃ち合いが展開されここまでに両軍とも膨大なロケット弾と砲弾を消費しているな。ロシア軍はまず自走式高射機関砲 ZSU-234 シルカによってウクライナ軍の偵察ドローンを撃墜してから、多数の榴弾砲やロケット砲を配置してウクライナ軍に対して攻撃準備射撃や攻撃支援射撃を実施し、その後、戦車を含む機械化部隊を敵陣に突撃させるという、まだ航空機が発達していなかった第一次世界大戦の時のような戦闘を展開しているとされているんだ。その際にロシア砲兵部隊は、長射程ロケット弾を発射可能な自走式マースである BM30 スメルチによって、ウクライナ軍の榴弾砲やロケット砲の射程外から攻撃を敢行し、ウクライナ軍砲兵部隊陣地を徹底的に叩くほか、さらにその後方の兵站施設なども叩き、砲撃の後に戦車と歩兵を前進させて、それに対してウクライナ軍による攻撃があれば、そうなると機械化部隊を一度後ろに下げて再び砲兵による圧倒的な砲撃を加えてからまた前進を繰り返し、そのために2022年5月頃の東部戦線ではウクライナ軍はロシア軍に押され気味となったってわけ。BM30 スメルチはロシア語で竜巻を表し、大型8輪トラックに 300mm ロケット弾を12発連装された発射機級 A52-2 が搭載され、
さらに関節照準の際の弾道計算のための射撃統制装置なども装備されているよ。ロケット弾を発射する際には、車体の4箇所にあるアウトリガーを下ろして横転しないように車体を固定する必要があり、12発を38秒で打ち切るがロケット弾の再装填には20分かかるんだけど、70km から90km とされる長射程を活かして敵の砲兵陣地や野戦司令部、燃料や弾薬などの物資集積所、部隊集結地域の装甲目標及び非装甲目標を攻撃対象としているみたい。ウクライナ軍はこのロシア軍の激しい砲撃に苦しみ、それに対抗できるだけの砲兵戦力を持っていなかったことから、軍事支援を行っている西側諸国に対して榴弾砲やマースの供与を切望したため、各国は NATO 北大西洋条約機構規格の 155mm 榴弾砲の供与を決定し、アメリカやカナダからはアメリカ製の M777 牽引式榴弾砲、フランスからはカエサル自走榴弾砲、ドイツもプズフ2000自走榴弾砲などを合計で250門以上が提供されたのであるが、これら 155mm 榴弾砲では射程距離の点でスメルチに対抗することが難しかったってわけだね。アメリカ軍には 155mm 榴弾砲から発射可能な M982 エクスカリバーがあり、この砲弾は弾体から翼を展開して滑空することで射程距離が 57km まで伸ばすことができ、しかも GPS 誘導による精密砲撃が可能な砲弾であるが、供与できる数が少ないことが難点であり、そのためアメリカはウクライナ軍がロシア軍のスメルチに対抗することができる、長射程ロケット弾を発射することが可能な高機動ロケット砲システム M142 ハイマースの供与を決定したよ。高機動ロケット砲システム M142 ハイモビリティアーティラリーロケットシステムハイマースは、長射程ロケットを発射可能な阻止砲撃用システムとして、アメリカ陸軍が開発した送輪式自走多連装ロケット砲で、アメリカ陸軍では以前から長射程の阻止砲撃用の多連装ロケットシステム、マルチプルローンチロケットシステムマースとして M270 を運用していたが、海外での紛争などにおける緊急展開の際に重量のある M270 では運搬が困難であるために、より軽量で機動性の高いハイマースを開発して、海兵隊や空挺師団などの緊急展開部隊に配備を進めていたんだ。M270 は 227mm ロケット弾であれば12発を搭載可能であるが、6連装ランチャーを2機搭載することになっていて、12発全弾を発射した後は旋回発射機に内蔵されているクレーンとランチャー上に内蔵されたイストによって、発射ランチャーの交換は3分で完了し、約8分で次の攻撃が実施可能であるが、ハイマースはその6連装ランチャーを1機搭載していて、M270 と同様に全弾発射を終えた後はランチャーを交換することで、自弾発射が可能となるぜ。ハイマース発射されるロケット弾にはスメルチと同じ射程 90km とされる M31 と呼ばれる長射程ロケット弾があり、ハイマースと一緒にウクライナ軍に供与されているな。射程距離だけを見ればロシア軍のスメルチと大して変わらないね。そうだね。でもこの M31 ロケット弾は GPS による誘導が可能で、目標に対して正確な砲撃を行うことができる、いわゆる G マースと呼ばれるロケット弾なんだ。そのためにロシア軍の後方兵站施設などをより確実に効率よく破壊することができ、供与されたハイマースが実戦配備された昨年の7月以降、ロシア軍が弱体化していく大きな要因となったってわけ。そして、このハイマースの利点はその高機動性にもあり、スメルチと同様に発射後に即退避する一撃離脱、つまりヒットアンドアウェイ攻撃が可能なことによって、ウクライナに供与されたハイマースはまだ破壊されたことは確認されていないよ。ただ、ロシア軍もさすがにハイマースによる後方の拠点潰しに並行したのか、最前線から 100km 以遠に兵站を集積していた拠点を移したために、ここ最近はハイマースの活躍を聞かなくなっているが、アメリカからハイマースから発射可能な射程 150km の誘導砲撃が可能な、GLSDB 地上発射型小直径爆弾や、ウクライナが独自に開発グラートから発射可能な射程 110km とされるロケット弾、B52
ピルカイムの開発が進んでいるなど、再び一撃離脱攻撃が展開されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日から始まったウクライナ侵略戦争は収束する気配が全く見られない中1年と2ヶ月が経過したよね。ここまで長い戦いになることを、当初は予想できなかったよね。ロシアが圧倒的な軍事力で押し切っちゃうと思ってたよ。そうだな。だが、ここに来てロシア軍が現時点での最新鋭戦車で第4世代主力戦車第5世代とする説もありである。T-14 オブエイクと148が初めてウクライナに投入されたことを、ロシア国営 RIA のオボスチが4月25日に伝えたようだぜ。うんうん。さて今回は、ロシア軍が最新鋭戦車である T-14 をウクライナの戦線に投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国営 RIA のオボスチによると、ロシア軍は T-14 を最前線の戦闘には参加させない方針とされ、射程8キロともされている長射程の手法を活かしてやや後方からウクライナ軍の拠点の砲撃を行っているとされ、西側の軍事専門家からはロシア軍は最新鋭主力戦車が露覚されることを恐れていると指摘する声が上がっているよ。T-14 はミサイルを発射できる最新の手法や最新鋭の装甲を装備していて、ロシア軍はそれら最新技術がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO に漏洩することを恐れ、これまで T-14 の実戦投入を避けてきたと見られているんだ。しかし、ウクライナ軍が NATO 諸国から提供されることになったレオパルト2、チャレンジャー2、そして M1 エイブラムスなどの主力戦車を実戦投入するであることを見越して、それらの強力な戦車に対抗できるとされている T-14 を投入した可能性が高いと見られているな。なお、西側のメディアではこの T-14 の故障をアルマータとしているが、アルマータという名称はロシア軍における次世代装甲戦闘車両シリーズの共通戦闘プラットフォームの名称であり、この次世代装甲戦闘車両シリーズの自走砲や歩兵戦闘車なども、アルマータとの故障で呼ばれているため、T-14 のみの故障ではないことには留意しておきたいぜ。このロシア軍の次世代装甲戦闘車両の共通戦闘プラットフォームは、4つの共通車体によってファミリー化されて整理する計画であり、装甲戦闘車両は、軽量級プラットフォーム、タイフーン装甲兵員輸送車マープなど、装輪式軽型プラットフォーム、ブーメランク装甲兵員輸送車など、早期式中型プラットフォーム、クルガーゲツ25歩兵戦闘車など、早期式重型プラットフォーム、アルマータ戦車自走砲歩兵戦闘車などのいずれかの車体をベースに開発されていて、T-14 は早期式重型プラットフォームの車体をベースに開発されているため、アルマータという呼称が付けられているよ。ロシア軍における現時点での最新鋭戦車である T-14 は、2015年5年の軍事パレードで初公開され、その後も性能試験が続けられていて、ロシアが軍事介入したシリア内戦でも実戦での試験が行われていたとされ、ロシア国防省では2021年11月から年末までに20両が軍に引き渡されると表明していたんだ。その特徴としては無人砲塔が採用されていて、3名の乗員は全員が車体前方にある装甲カプセルに搭乗することになっていて、攻撃を受けた際に砲弾に誘爆するなどしても乗員が保護され生存率を高めていることにあるね。その他、無人砲塔のために発射時に砲塔内に逆流する発射ガスを排出するための排煙機エバキュエーターが必要ないことや、主砲の発射速度が10から12発分で有効射程 8km とされる 125mm 滑空砲 2A8121M が採用されていることなども特徴とされていて、この手法の砲弾として開発されたバキューム1装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS は 90cm 超の貫鉄体でできていて、射程 2000m から RHA 均質圧炎鋼装甲換算で 100cm 相当の貫鉄力らを有しているとされ、これのほか、爆発モード切り替えが可能なテリンク榴弾や手法発射型対戦車ミサイルとして、2A8121M 専用に開発された 3UBK21 スプリンターなどが用意されているんだ。なお、
これらの砲弾を45発搭載することが可能で、そのうちの32発は自動装填装置に格納されているぜ。これまでの戦車では戦車長が砲塔の上から顔を出した上で視力や聴覚により周囲の索敵を行っているんだけど、T-14 では砲塔の上部から戦車長が顔を出すことができないため、車内の戦車長の座席にあるテレビジョンや赤外線暗視システムなどをはじめとする電子工学的な方法で周囲を索敵することになるんだ。これに関しては、戦車長が感覚を活かすことなしに周囲の状況を把握しきれるかどうかを問題視する声もあり、実戦に投入してみなければわからないとされているね。ちなみにロシア軍が公式に発表している所言によれば、戦車サイズの目標を捕捉する距離は光学照準器を使った昼間で 5km 以上とされ、熱画像装置を使った夜間で 3.5km ほどとされているな。また、砲手用光学照準器は倍率4倍と12倍の切り替えが可能となっていて、レーザー測距儀の有効射程は 7.5km とされ、これらのシステムは重複して搭載され、その他に乗員の車外視察用に360度旋回可能な高解像度カメラが搭載されているぜ。T-14 の配備計画は当初2017年に最初の部隊配備がされる予定だったものが遅延されて、2020年にようやく量産開始となっているんだ。そして、その年内には最初の量産側が配備される予定だったのであるが、エンジンや赤外線装置のトラブルが発生したためさらに量産が遅れた上に、2020年からの新型コロナ渦の影響によって様々な試験などのスケジュールが遅延してしまい、現在配備されているのは数十両程度とみられ戦力としては数が少ない問題があることと、露覚されてきた大西洋条約機構NATO の手に渡り解析されることをロシア軍が恐れていることなどによって、これまでウクライナの最前線には登場していなかったってわけ。今回の配備によってどれほどの数がウクライナに確認されたかについては不明だけど、インターネット上ではどれほど最新鋭で新機軸が採用されているとしても、配備数が少ないのであれば戦力として期待はできず、新兵器の配備によって前線の兵士たちの士気が若干向上する程度の効果しかないとの見方が出ているね。また、最新鋭とはいえウクライナ軍の旧ソ連製戦車との対戦ならばともかくとして、差し当たってレオパルト2やチャレンジャー2との戦車戦となった場合に必ず勝てるとの保証はなく、場合によっては撃破される可能性があるため、これら西側戦車と遭遇する可能性がある戦場に出せないだろうと見られているよ。さらに万が一にもウクライナ歩兵が発射する携行式対戦車ミサイルジャベリンなどによって撃破されるようなことがあれば、それでなくとも凋落著しいロシア陸軍の威信がさらに落ちる恐れがあり投入したところで、後方で大事に扱われることになり、太平洋戦争の際の戦艦ヤマトと同じ境遇になるのではないかとの見方もあるぜ。結局のところ、最前線のロシア軍部隊ではウクライナ軍の正面に出して突撃させることは許されず、撃破されてしまうことはもちろん、万が一にも露覚されるようなことになれば責任を追及されることは間違いがなく、とにかくただ後方に下げて自走榴弾砲のような運用しかできないと見られ、配備された部隊の司令官にとっては頭痛の種にしかならないだろうと指摘されているみたい。また、最前線から後方に下げて運用するにしても最大射程 8km であれば、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている 155mm 榴弾砲や高機動ロケット砲システム M142 ハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射される。GPS 精密誘導が可能な榴弾砲弾 M982 エクスカリバーや M31 ロケット弾などによってピンポイント攻撃を受ける可能性があるからな。ウクライナ軍の偵察ドローンに発見されれば、直ちにそれらの精密誘導弾によって破壊される可能性を考えれば、結局は支援砲撃に参加させることもできなくなり、指揮公用のためだけのお飾りとなるだけと見られているね。そして、そのような報告を受けたプーチン大統領が激怒して T-14 を最前線に出して西側の戦車を撃破せよとの命令が出されれば、最前線の司令官は T-14 をウクライナ軍に向けて突撃させるより他なく、西側の戦車に囲まれて撃破されるであろうとの見方が広がっているよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。